外れ馬券ってその辺に落ちてるんで、うん、それを拾ってきて俺の馬券ですって言うと無記名なんで、うん、そういうごまかしができちゃうだったらこれ二重課税じゃねえかって議論もあるわけですよああアホな馬券買いに来る車券買いに来るアホなやつから金巻き上げたらええわぐらいの感覚なんですよ、うん、だから市民の目に触れさせないようにするのね、うん、いや恐ろしい政府は税収が上がればいいわけじゃない、うんうん、特に財務省はね、うん、だとするならば プライベートトジェットで迎えに行って、ね、あっ全然僕もプライベートジェットで迎えに来てもらいましたカジノのためにですかまあまあ,あ,のあれ日本までは来てくんないんすけど、まあ、だから日本から LA とかまで行くと LA までは迎えに来てくれたりであのホテル全部タダだしカジノのためにあのベラージオとかの本当四4平あるぐらいあるホテルが一人で使ってどうぞみたいな感じですえじゃあそれはやっぱそのこの交通費 プラスホテルでででもうペイできるからってことなんだまあそうですねいや恐ろしい日本の公営ギャンブルってハイローラーがまだ入,入り込んでないんですよでなんでかっていうとこれねいや大津変わっちゃうのもあるんだけど税金の問題なんですよ <laughs> あの競馬でめちゃくちゃ強い芸人のジャイさんって人がいるんだけど、はいまあ、ジャイさんがちょっとなんか僕に相談があってとにかく法律変えたいと税率がすごくそのハイローラーに不利な税率になってるんですねでそそもそもあれ年間 何十万円まで申告しなくていいんでしたっけ。えっとね、二十万円やったかな、うん、以下だと確定申告しなくていいんだけど。うん、それ以上の収入だと、基本的には全部せんといかんですねそう。馬券でね、例えば、払い戻し金に百万円もらいました。 これ申告しななきゃいけないけんですよ,ですよ、うん、ただこの申告の時に必要経費として認められるのはその馬券を買った金額なんですよだから50万円で買って2倍の馬券を買って100万円払い戻しありましたただ儲けの額は50万円でこの50万円に対して、えー、とさらにそれを半分ですかねその一時的な,なんか有効に使ったあそれにでもけたものっていうのは多分 課税額がさらにその半分なんだけどその25万円に対して課税されちゃうそれで年間2,000万円を超えるような高額所得者っていうのはまあ最高税率になるんで半分ぐらいまた税金で取られると、まあつまり要は50万円の馬券を買って2倍の馬券で100万円払い戻しがあったらまあ大体そうですね25万円に半分ぐらい課税されるんで僕とかだったらだから12万5,000円持ってかれるんで実質的な儲けは、うん。 半減まあ半減まではしないけど4分の一ぐらいなっ分の3ぐらいになっちゃうあじゃあ所得税が適用されるんですね所得税は適用される所得,す、ね、所得ですよね最高税率になっちゃうんですねただこれもまた例外があって最近その AI とかとか自動売買システムを使って、うんはい、パットっていうそのネット投票システムで全て履歴が残る形で継続的反復的になりわいとして、うん、まあつまり俺はンを競馬を仕事としてやってると、うん、そう だとがでかっていうと外れ馬券ってその辺に落ちてるんで、うん、それを拾ってきて俺の馬券ですって言うと無記名なんで、うん、そういうごまかしができちゃう、うん、けれどもそのネット投票システムで自分のアカウントの中の話で反復的継続的になりわいとして競馬をやってるっていうふうに認められれば負け分は必要経費として認められます。うんうん 昔だと馬券を買って無記名で馬券買うからどんだけ儲けてもバレなかったわけですよ。あ、そうか。申告しないと。だからそのジャイさんの場合は結局新聞とかで私は何を馬券買って当てたっていうのを言うじゃないですか仕事として。すると隠せないよね。なるほど。まあただどっちにしても まあ現金でもらっても口座にどうせ入れるからそれは絶対税務署見てるんでバレますよ何千万円って単位になってらねまあ50万100万だったらまあ税務署も別に取り立てるの面倒くせえから多分無視しますけど数千万円ぐらいになってくると儲けがねそれは絶対入れられるんですよ。でそれを変えるとまあつまりもうそもそも控除されてるじゃないですかと25%ねで25。の分 うち10は国庫に入ってるわけですつまり税金なんですねうもう税金10%もう要は天引きで源泉徴収で払ってるようなもんなんでだったらこれ二重課税じゃねえかって議論もあるわけですよ。確かに結構裁判になったりしてますよねそうでね何が言いたいかっていうと政府は税収が上がればいいわけじゃない、うんうん、特に財務省がね。うん、だとするならばもう10%天引きできんだから、うん、じゃあ売上倍にした方がよくないですかと。うん まあつまりあの今4兆円ぐらいの競馬の売り上げを10兆円にしましょうとそしたら今国庫に入ってくるのが4,000億とかぐらいしか入ってきてないのがテンパーだとしたら4,000億じゃないですかそれが10兆円だったら1兆円入ってくるわけじゃないですかそしたら今どうせハイローラーなんてほとんどいないんだからジャイさんみたいな人なんてせいぜいそいつらから取り立てられても数千万から何億とかそんなも,んですよそんなものにケチ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 してるんだったらあの。 税法変えて競馬で儲かったから非課税ってしちゃえば。うんうんうん 僕はハイローラーが入ってきて10兆円クラスに高円ギャンブルは売り上げ増えると思う、うん、なるほどだ海外のハイローラーは日本の馬券買いづらいその通りなんだけど、はい、それやるためには縦割り行政変えないと、うん、まずその10%天引きするのが、うんうん、農林省ですからね農水省で畜産振興に資するってだからさっきあのバクはアウトだけど、うん、例外を認めるっていうのはまさにその訴却行為っていうんだけど畜産振興 と福祉そうですよまあ競馬はもともとそうだからね競馬はもともと日本中央競馬会が競馬を始めた時っていうのは群馬の生産に寄与するっていうそうですねでだからそれは競輪だって自転車工業の進行っていうのがいや今自転車工業ってバカみたいと思うじゃない、はい、でも戦前の自転車工業って軽工業の輸出品目のトップなんですよ。うん、要するに車が でできる前ってうまか自転車なんですよだからその戦後復興っていうそれのまんま来てるんですよえじゃあその自転車が競輪とかで活躍することによってあこの自転車すごいじゃんっつって、うん、それがもともとだったんですよでもそれオートレースも実はそうだったんだけどでもそれやってるとだんだんずれてきてもう同じ自転車で競争しましょう、うん、同じバイクで競争しましょうになって そういう意味での産業振興とは切り離してるんだけどでもやっぱりその自転車産業のとかスポーツの振興ということでオリンピックなんかはやっぱり自転車業界が、ね、自転車業界というか競輪業界がやってますよね、うん、あの東京オリンピックもあの伊豆で養成所のところのメートルバンクでやってましたからね、うん、それにしてもだって当時からそれでもやっぱ自転車のこう自転車産業に寄する。 経済効果、うん、とギャンブルだったらギャンブルの方が大きいところじゃなかったですかだからギャンブルの方が大きいねってみんながそれに目つけてあれもやりたいこれもやりたいって,って闘牛やりたいとかね、うん、ドグレスとか全部出るんだけど、うん、その中で唯一実現したのが協定なんですよ当時協定の,、ね、のボートに一番近いもんって信用っていう、うんはい 体当たりする特攻兵器,攻兵器と一緒ですもんあれ。あれでそれを笹川良一さんが協定の立ち上げの働きかけを政府などにしていっ。うん 現在に至る日本財団今に至るっていうところですねそまあでもよくやりましたよねいや最初本当に赤字で、うん、なんか笹川さんが資材出したみたいですよ、うん、で,でまあでも何年間か経ったらやっと収益上がってきてそう,、ね、そうですねでさらにやっぱり競馬は競馬場ないとできない競輪場はいくらでもできるけどもあっちこっち飛びついたそれに乗り遅れた市町村が結構 ボートにートだからーボートの施工者どうもとってめちゃめちゃちっちゃい市町村多いですもんああちょっとこの水が必要っていうこともあるんでしょうそうね場所が限られますからアクセスも悪いんですよね基本的に,確かにそうそう、ね、戸田にあるわこの間下関ボートレースにお仕事で行ってきました あの,独立リーグのプロ球団作ったんでそこスポンサーやってもらったんですよはい、はい、要は下関市が結構なお金出してくれてて、うん、本当下関市は今すごい財源みたいですよでもあそこもね今下関だけですけど前別の施工者もあったんですよ、うん、それはもう売り上げ落ちた時にやめちゃいましたね、うんはい あのね、あの辺のしちっちゃい市町村がいくつか固まって、ボートレースって意外に一つの施工車のとこってま少なくて、第1施工と第2施工があって、戸<ー>田も2つ施工車あるんです、ね、あそうなんですか 大阪の住之江も見直しが半分残り半分が大阪府協定事業団やったかなっていうのがあってその第二世耕って呼ばれてるところは売り上げ落ちてお金入ってこなくなってやめたところは結構ありますうああそうなんですか、ね、だから城としては24条あ、ずっと残ってますけど。 ああ、施工者どんどん減って,ってる、ねうん、施工者だいぶ減ってます、ね。あ、だから下関にも第二施工者。第二施工者が。いた確かありましたね。うん、あ,そあ、そうなんですね。じゃ、あ下関市大門区です、ね。うん、だから頑張って残した。でも、それをね、潰させなかったんが、やっぱりね、モーターボート競争会やってた。なるほど。いや、いや、でも、これでも、ボートレースの伸び、すごくないですか。ボート。すごい,いや、もう、ボートはちょっと。 びっくりしますえ。これはやっぱオンライン化ですか。えっとね、それとね、やっぱりファンサービスがね、ねやっぱりボートレースは他に比べた。やっぱりきっちりしてる。うん、まあ、古い話ですけど、競輪場とかね、あの地方競馬場って主催者の自治体とかは。ああ、アホな馬券買いに来よる車券買いに来よるアホなやつから金巻き上げれたら、ええわぐらいの感覚なんですよ。うん、だから、市民の目に触れさせないようにするのね。ところはボートはもう早い時期から。 観客席を冷房を入れて居心地をする。 こととずっとやっやててきてますねま <あ S 2> その辺がやっぱり笹川さんの商売これ,これ笹川さんのこうやっぱりこうイズムみたいなのもあるっ,す、ね、っていうか民間がやってたっていうことでしょねあそう,いうことですね実質的には実質的にはねだから各城の主催は自治体なんだけど、ね、がっちりその中央というか、うんそ,うね、そこがあの、まあ、要は日本船舶振興会がゴリゴリにやってたってことでしょうねそれ,それも大きいと思いますよ多分いや逆にそ,のそこがあんまり強いから、うん、そのモーターボート競争会という中央団体、はい に逆らったら、一番大きいレースを回してもらえないとかね。そういう噂もありますね。はいはい、まあ、そういう強さもあるということですよね。うん、ただ、やっぱりさっきも言ったように、ちっちゃい自治体がこうわじゃっと成功者になっているから、やっぱり力関係的には、やっぱり競争界の方が強くなるんでしょうね。あの経理なんか、やっぱりあの成功者の自治体の力、強いですもん。